皆さんこんにちは、八田エミリと申します。お久しぶり元気。今日は新しいグッズが完成したので皆さんに発表しようと思います。やっとできた。じゃあ早速発表いたしましょう。こちらです。でででーん、 T シャツです。これはね、前回のパーカー作った時の夏バージョンということでシンプルな T シャツ作ってみました。シュキーン、エミリー。すっごいシンプルで使いやすいでしょ。そう、使いやすさを重視してみた。色違いも作ったから今着てくる。行くぜ。シュッ、行くぜ。シュッででーん。こっちはね、文字が白じゃなくてちょっとグレーになってます。あんまりグッズ感なくて使いやすい感じにしてみた。いい感じ。シュキーン。サイズは S から XXL まであって、私はね S を着てます。今女性の方は S がおすすめかも。こんな感じね。白の方が見やすいか。白の方が見やすい。こんな感じ。最近半袖でも暑い。あとタグもエミリーって書いてあります。かわいい。生地はね、薄すぎず厚すぎずちょうどいい生地にしてみました。ここわかるかな、ちょっとだけ透けてます。ほんの気持ちいい。でも薄すぎず硬すぎず伸縮性もちゃんとあります。やっぱ白 T って爽やか感アップしていいね。私これ普通に使うわ。これ今日から販売開始なんですけど、予約販売って形の販売のやり方で、このロゴがさ、女性っぽすぎず男性っぽすぎずいい感じじゃないですか。中性的な感じにしてみた。一旦6月17日まで予約された方は6月の28日から発送開始となるので、そこだけ頭の隅っこに覚えておいていただけたら嬉しいです。シュキーン。ということで、私とお揃いの T シャツ着てくれたら最高。みんないつもありがとうございます。この動画も見てくれて。ということで、最後に師匠見せとこうかな。師匠なんかお腹が濡れておる。暑いね、暑いね。ということで、今日もお元気で、おやすみー。